皆さん、週末のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりました。ランブローン。お相手はサンダー千鳥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、今週のランブローンでございますけれども、来週の土曜、日曜、2月の8日、9日になりますけど、湯沢市の犬っ子祭り開催されるわけなんですけども、この期間中になんと、以前この番組でもご紹介いたしました美人証明書、こちらのですね、発行どころを開設するということで、さらに今回、美男子証明書というのもですね、登場することになりました。このですね、美人証明書、美男子証明書認定発行どころ開設ということで、こちらの方を美人研湯沢市の提唱者でございます。またですね、今回の美人証明書、美男子証明書のですね、発行元締めといいますか、発行責任者のですね、河合博さんに来ていただきまして、お話を伺いました。で、まあ、犬っ子祭りの期間中ということでですね、その後、でさらなるゲストで、関州庵庵主、秋田弁の方言詩人もどきで有名なですね、一草関州さんと、この番組でも何度か出演していただきました、若手代表といたしまして、菅隆彦さんに来ていただきまして、犬っ子祭りの思い出を語るという、まあ、こういったですね、2本立てのコーナーでお送りしたいと思っております。はい、ということでですね、今週のランブローン、スタートでーす。はい、ということでですね、湯沢犬っ子祭り限定企画、来週の土曜日曜2月の8日9日に JR 湯沢駅構内湯沢市観光情報コーナーの中で行われます。美人証明書&美男子証明書、こちらの方のですね、発行元締めといいますか、発行人といいますか、美人研湯沢市推奨者でございます、河合博さんに来ていただきました。河合さん、よろしくお願いいたします。おじいんですけど、おばんです。今年初めて聞きますけどね、それね。そうですね。去年は何度も聞きましたけど。もう一人盛んに言う人がおりますけど。でですね、去年の8月のですね、美人証明書の発行どころ、この番組でもご紹介したわけなんですけれども、今回ですね、美男子証明書っていうのはありますけども、こちらの方、たまにですね、河合さんのフェイスブックの方出てまいりますけれども、この美男子証明書というのは、いつぐらいからこれ始められましたかね。そうですね。去年の4月に、美人証明書を発行しまして、はいはい、まあ、それで単独でやってたんですけども、はい、美人っていうのは、美人からだけ生まれるわけじゃなくて、そのね、対局の美男子もいなければ、なるほど。ね、美人も生まれないということで、はい。じゃあ、美男子もいずれね、美男子証明書も作らなきゃいけないと。はい、まあ、それで今年のですね、2月14日のバレンタインデーに合わせてね、はい、チョコレートだけじゃなくてプラスアルファで美男子証明書もね、つけてやればいいんじゃないかということで、まあ、それで間に合うように作ったわけなんですけど、まあ実際は去年の、はい、まあ、10月頃から、はいはいはい、まあ、試験的にこうやっておりますけども、あ、そうですか、なるほど。今回初めて美人証明書と美男子証明書が、はいはいはい、一緒になって、ね、一緒になりましてですね、これでようやく揃ったと。そういうことですね。それで初めて美人権が成立するんではなかろうかということですね。そういうことですか。確かですね、美人証明書の場合は美にジーンと来た方に発行するというか、お渡しするってことなんですが、その美男子証明書の場合は美がなーんと来るっていう感じですかね。いやいや、いろんな外見で、まあ、美人証明書もそうなんですけども、美男子証明書も、この美が最初につきまして、ただ単なる姿形だけの美じゃなくて、まあ、その人の、まあ、いわゆる行動の美ですね、そういったものに、女性の場合はジーンと来た場合は美人証明書と、まあ、男性の場合はそういう行動の美に対して男色を示すことなくということで、まあ、そこからちょうどくっつけましてですね、美男子証明書ということになったわけで、なるほど、まあ、ある程度のシャレがわからないとなかなか理解してくれないと。確かにそうですね。いうことで、まあまあ、いずれ楽しみながらですね、まあ、やりましょうということで。そうですか、男色の男子なわけですね。そうです。なるほど。それをプラスしまして、美男子証明書と。そういうことですか。これですね、美人証明書、美男子証明書、まあ、去年から、まあ、美男子証明書の方は10月くらいから試験的にってことなんですけども、何名ぐらい獲得した方いらっしゃいますかね。美人証明書は、今じゃもう300人近くなったんではないかなと思いますね。まあ、正確に数を数えてますので。さすがに秋田美人の里って感じがしますけどね。そうですね。もちろん、まあ、秋田の方もいますけども、まあ、県外の方も、まあ、今のところは何人かおりますんで。まあ、確かに県外の方だと一番遠い
のがトメちゃんですかね。ああそうですね、熊本から ね遠路はるばる来ていただきまして、そうですね、今と一番最南端が熊本ですね。そうですか、そうですか、まあ、これラジオを聞いた方はですね、ともえちゃんつってもね、別に私のですねお友達、友達は友達ですけども、あのサクラメントとですね今一緒に活動しておりますともえさん、熊本県出身のシンガーの人で、秋田の方何度か来まして美人証明書を獲得したっていうことになりますね。で美男子証明書ってのは何名ぐらい、これはまだ正確には10月から始まったばかりで、まだまだまだ数は50、60というところでしょうかね。なるほど、そうですか。美人証明書の場合はですね、この写真とか拝見しますと、やはり秋田は多いな美人の人が、でまあ他県の方でもねこう綺麗な方が多くて、河合さんのですね眼力といいますか好みといいますかそういうのが出るなと思うんですけども、美男子証明書の方がなんか年齢層広くないですか。ええ、そうですね、まあ、とにかく、まあ、人間いろんなほら技とかですね、まあ、とにかくいい面持ってると思うんです。それを発見してやって、まあ、それを見つけて、それをまあ美に対して男色を示すことなく褒めたたえることがまずその人を生かす、ことにもなるでしょうからですね。なるほど、そうですか、ね、まあ、それが基本で、まあ、それがまあプラス、まあ、地域活性化につながっていけばですね一番いいんではなかろうかということで、その前の段階として、まあ、自分に自信を持ってもらうことがまず第一じゃないかなということで、そういう証明書を発行するということに至ったわけです。なるほど、そうですか。やはりこの美人証明書、美男子証明書をですねこの獲得したっていうことがですね、なんかのモチベーションといいますか ね、 そうですね、なればすごくいいなと思いますけれどもね。これを持ってるんだということでね、私から言わせれば極力ですね、あのネームカードケースをですねあの100円ショップに行けばありますんで、あの首からぶら下げてですね大切に持ってると、それは自分の自覚にもつながりますからですね、ちゃんと私は美男子証明書ももらった、美人証明書ももらった、これはもう人にはもう負けられないというかね、ね、恥をさらしたくないというで、まあ、とにかく頑張ってもらうですねの一つのお守りとしてですね考えてもらえれば非常にいいんじゃないかと。そういえばですね、先日とある方とちょっとお酒を飲む機会がありまして、でこの方もですね美男子証明書を獲得者でしたけども、仕事の時にやはりこのパスケースというかあの ID カード入れありますよね、あれの裏に必ず入れてるって言ってましたけどもね。それがいいんですよね。私も最初勧めたわけじゃないんですけど、ある方に差し上げたらですね、まあ、絶えずあのネームケースカードケースをぶら下げてる方で、それに入れてるんですね。それをメインにしてこれはやっぱりメインじゃダメじゃないですか、まあ、メインって裏の方じゃないですかいやもうそれをメインにしてやってる方いました。まあそれだけでも一つ話題になりますね。まあ、どうしたんですかって、ね、そうですよね。なるほど、そうです、ね、実はということでね。俺も欲しいなってね。っていうことにもつながりますね。そうですね。まあ、自分を自覚してですね、やる一つのもう本当のもういいきっかけ剤といいますか、なると思いますんで、そうですね、ぜひ。特にズック祭りのねすぐ後にはバレンタインデーが控えてますからね。まあ、女性の方はね。まあ、男性の方にチョコレートだけじゃなくてプラスアルファでこの美男子証明書も添えてやればね、そうですよ ね、 ね、最高に喜んでですね、はい、感謝感激雨あられです、ね、雨あられということになろうかと思いますんで、ぜひとも一つね、はい、やっていただければ思います。はい、ということでですね、こちらの方をもう一度ご紹介させていただきます。湯沢犬っ子祭り期間限定美人証明書&美男子証明書認定発行どころ開設いたしますということでですね、期間がですね来週の土曜日曜2月の8日9日時間の方がですね午前10時から午後8時まで2日間ともでございます。会場がですね JR 湯沢駅構内湯沢市観光情報コーナーということで、美人証明書美男子証明書の方ですね発行させていただきますと、で発行料の方がまあ100円、発行認定していただくという形になりますね。でこれフライヤーの方にですねお土産用告白用って書いてますね。そうですね。これはあのこれはまあいわゆる美男子証明書でもまあ美人証明書でも一緒でしょうけどもね。まあ、特にね美男子証明書はほらバレンタインですからね。はいはいはい。まあそういった時、まあ、特別な人には告白用としても使えるでしょう。そうですね。あと日頃ねお世話になっている方にはですね、お世話になりましたでしょうということでね。ご家族とかですね。はいはいはい。
加谷さんあれですね、これ湯沢市の名物としてバレンタインの告白の時には美男子証明書とチョコレートと一緒に渡すっていうのが、これなんか一つ流行しませんかね。いいですねこれでね、もう全国からね、湯沢まで来て求めて、そうですね、それでチョコレートとね、つけてやれば非常に願いが成就するという、そうですよね、そういうことになればですね、いいですよね、面白いですね。そうですよね、これカットしますけども、倉田さんとタイプした方がいいですかね。それはちょっとね、いろいろあるでしょうから。できれば私はですね、花月堂さんとタイプしていただいて、花月堂さんのお菓子と美人証明書、美男子証明書で告白していただくと、というふうに思いますけども。ということでですね、本日は美人証明書、美男子証明書発行責任者、そして美人研湯沢市提唱者のですね、河合博さんにお話を伺いました。河合さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ということで、あとですね、また河合さんにも入っていただきまして、この犬っ子祭り、思い出を語るというのを行いたいなと思います。忘れかけてた遠い記憶も今じゃ大切なもんで、何も取り柄がないと思ってるほど人は輝いてて、上昇とテンションを上げてみなさい、一番大嫌いな質問で、心にかかった闇はそう簡単に振り払えやしないよね。ああ不意に耳に入る口や弱音に、いつもやけがさすんだけど、気づいたら僕も同じだ、なんて小さいんだ、顔色ばかり伺ってちゃ仕方ない、忘れない誰かの励ましがきっと今の僕を動かしてる、それはきっと僕の運命を変えた、十分頑張ってるつもりなのに頑張れだなんて言われたくない、や今に見ていろ鳴りやかんだ小さな挫折と希望を思う、香りもまだ鼻に残ってて、きっと僕は逃げていたんだ、恋も夢も明日も、自分の心の鍵を開けて僕は目が覚めた、ああいつもよや多いな、今日の空は体が軽いな、気づいたら僕は変わってた、なんて単純なんだ、今ならいける、そんな気がしてる、触れてなんかいないよ今はなら、毎日が輝いて見えるんだ、今日も明日も忘れられない誰かの励ましが、今日も僕を輝かせてくれる、今に見ていろ飛び立つんだ、まだ見ぬふわっと希望の中へ、なんてしたくない、それは誰もが思ってて、不意に襲ってくるマイナスのパワーに押しつぶされても、負けなきゃいいんだ、諦めなきゃいいんだ、それが立ってる、終わりに
ないよ君の励ましがきっと今も僕を動かしてる。だからきっと僕の運命が変わった。これからはですね、犬っ子祭りの思い出を語るということで、河合さんの他にですね、関州庵主の一夫妻関州さん、そして若手の代表ということでですね、菅隆彦さんに来ていただきまして、お話を進めたいと思います。お三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私ね、記憶の中では犬子祭りというのは非常にその静かな祭りといいますか、九州街道九高島ですね、そこが各家々の前にお堂があって、ほのかな明かりが見えて、そういうふうな思い出があったんですけども、こういうのが一番詳しそうなのは関州さんなんですけども、中央会場って言いますか、ああいう形のお祭りになったのっていつぐらいからなんですかね。これは昭和42年ですね。確か昭和42年、ちょうど私が学生の頃、と言いますか、学生じゃなかったのかな、あの時まだ高校生だったのかな、はいはい、その頃からなってたんですよ。ああ、そうですか、ということはその頃やっぱ中央公園でやってたってことですかね。その前はほとんど家の前ですけど、はいはいはい、一時犬子祭りが廃れたような形になって、ああそうなんですか、ほとんど家の前にも作られなくなっちゃったんですよ。それでこれではいけないっていうんで、観光協会なんかが中心になって、42年から確か作ったはずです。ああそうですか、その頃っていうのは屋台そういうのが出てたんですかね。あんまり出てなかったと思いますね。ただコンクール形式で、ですからもう本当に小さな男が各、例えば学校だって、今は学校で一つ作りますね、はい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 、それが軽くクラス対抗のようにしてもう何十個もできてるんですよ。ああそうですか、ね、へ、菅さんたちの頃クラス対抗でした。いやー、僕らの頃はそういうのはなかったはずです。学校単位で、はい、出してだったと思いますね。しかしですね、お堂を各家々で作るっていうのは、まあ、先ほど言いましたように覚えてるんですが、犬をこういうふうにああいう大きいのを作るようになったっていうのはいつぐらいからか、河合さんご存知ですか。いや、全くびっくりしましてですね、私も小さい頃各ね、家々の前で小さなお堂を作って、そこにろうそくを灯して、ただお祈りしたというだけで、それでなんか物の方によると昭和42年からということですが、私はちょうど高校卒業して東京に大学に行った、私の東京に行ったと同時になんか始まったみたいで、まあ帰ってきたらびっくりしました。浦島太郎の心境ですね。確かに、そうですよね。僕もまあ間が空いてましたんで、まあ今といいますかね、中央公園でやってる頃の犬子祭りっていうのとの勝手の印象っていうのは違うんですけども、今お堂もですね、片押しっていうんですか、ああいうのになりましたが、あれはその頃からありました。いや、その頃はありません。ああそうですか、もうやはり片押しのようなお堂ができるようになったのは、平成の2年からだったと思います。作ってもらった覚えありますの で、 あれやはりこう道路状況って言いますか、アーケードができたり道路が広がったりっていう、そういう影響もあるんですかね。そうですね、その他犬子のお堂が大きくなりすぎちゃって、だんだん小さいお堂を作る人もいなくなっちゃったんですよ。それで今度はそれだけじゃいけないっていうんで、各屋根でももっと作ってもらいたいと。そういうのだった。その屋根で作るにしてもなかなか大変ですから、まあね、ああいうふうなものを作れば、一番すぐパッパッと誰でもこう作れるんじゃないかというんで始めたんですけれど、最初の頃は型が2つだけしかなくて、なかなかこう回して歩くのが大変だった思いがありますね。ああ、ということはその2つの型で何件もその作って歩いたってことですか。そうです。そうなんですか。しかしあれはまあこう商店街とかにいっぱいあって小ぶりですけども、加谷さん、ご自分の家で作られてる頃ってあれの一回り大きかったですかね。いや、型で今やってるようなものよりは小さかったような気がしますね。ああそうですか、なんか自分の記憶ではもうちょい大きかったかなと思ったりするんですけど、まあ、あれ子供だったからですね多分ね。それに男そのものはあれくらいしかなかったんですけど、もっと土台が高かったんですよ。そうだ、
そうですよ。土台がそうさ、あの何段にもなってましたよね。土台をちゃんと高くして小さな男を作ったと。そうですよね。じゃあ菅さんくらいの世代になりますと、はい、やはりあの大型化が進んだ頃になりますかね。あ、そうですね。はい。やっぱり今自分が小さい頃のことを思い出してみると、男っていうのは結構大きかったような、記憶があるんですけど、今よりは。そうですよね。はい。あそこにあるのはかなりこの大きいというか、もう巨大モニュメントじゃないんですがなってますけども、それで会場がですね、去年今年と駅前会場になりましたけども、ちょっと去年私仕事の関係でこちらいなかったもんですから、見てないんですけども、駅前会場になった時の印象っていうのをお聞きしたいんですけども。やっぱりこれまで中央公園の方に会場あったので、急に去年からまず駅前でやることになったということで、まずものすごく違和感はありましたね。そうですか。はい、ただこうなんか観光客の方からですねお話伺うと、駅を降りてそこでいきなりそのお祭り会場がある、非常にその驚いたって方いらっしゃいましたけどもね。関主さんはいかがですか。そうですね、私もやっぱりもう何十年来となく今の市役所のところにあったものが急に駅前になったと、写真も撮りにくいんですね。あ、そうなんですか。もう何十年間写真撮ってきて、その写真がどこいらへんにあれすれば、あ、そうかそうか、ポイントが変わってくるわけですね。ポイントが変わってきて、はい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 、しかもその電池やなんかが入らずに撮れるポイントやなんかも大体分かってるわけですね。それがもう必ず電池が入るというような、どこを撮っても何か違和感があるんですね。ああ、そうか。あれ会場そのものは何分の1か小さいわけですよね。結構小さくなったような気がしますね。で、今回ですね、先ほどのお話じゃないんですけども、この河合さんの方が主催されております美人証明書、美男子証明書発行所がですね、JR の湯沢駅構内ということになるんで、会場真ん前ですけども、河合さんかなりド迫力で見れるんじゃないですかね。そうですね、今回は移動しなくてもすぐ見えますからね。本当、七夕の時は見れませんでしたし、ね。そうですね。そうですね。でもこれもね、まあ、去年と今年とね、はいはい、まあ、2年間でまた元通りっていうか、はいはい、今の市役所のところに戻るようですけども、はいはいはい、でもまあね、オリンピックを考えればね、毎年毎年じゃないけど4年に1回変わるわけですからたまに駅前でやるのも逆に言えば面白いんじゃないかなとね。今年はう、ね、何年ぶりかの湯沢駅前でやりますかね。あ、そうですね。またこうね、気分も変わるでしょうし、ね、でもあ、逆にいいんじゃないかなと思ってですね。あ、そうですよね、うん。確かにこういろんな祭りありますけども、会場を変えてやるっていうのが一つのアイディアで、それこそですね4年に1回ですね、駅前会場でやった時には美人証明書、美男子証明書の発行どころで証明書とバレンタインのですねチョコレートで告白すると必ず成就するとか、これはダメですかね。ああ、それいいですね。そのためにはね、美人家湯沢市に来てもらうと、それしかないです。そうですね、美人家湯沢市に来ればね、全てのが成就すると。そうですね、まあ、特に恋の方はね。そうですね、うまくねまとめたと思ったんですが、4年に1回じゃこれどん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 加速が進んでいくんじゃないかと思うんですけどもね。いや、それがまたいいんじゃないですか。それはそれ毎年やっちゃうとね、ちょっとあれね、あれですけども、4年に1回しかない、東京オリンピックと同じでしょ。あれ毎年だったら ね、オリンピックの価値はなくなるのと同じで、オリンピックと重なってますよね、犬っ子祭り。オリンピックイヤーの犬っ子祭りの時には、美人証明書、美男子証明書で告白して、で、彼女、彼氏をゲットするという。まあ、これが湯沢市の風物詩になればいいな、みたいな感じしますけどもね。と、無理やりまとめてしまいましたけども。そうですね。犬子というのはもともと安産のお守りにもなりますからね。犬っていうのは。ですからもう、そのような意味のあれもあってほしいような気がしますね。あ、そうですね。じゃあ、ちょっとこちらから提案ありますけど、今後ですね、犬っ子祭りの時、安産ですとか、縁結びですとか、こういったのをですね、抱き合わせでですね、どん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  PR するような作戦を練りたいなと思ったりしますけどもね。今私4年に1回と言いましたけどもね、そういう意見がいっぱい出てくればね、これ毎年やってもね。そうですよね。そうですよね。で、まあ、そういう時にですね、若手代表、恋が成就して、もう4年後には子宝に恵まれてるのかなぐらい思いますけどね。だといいんですけどね。期待しちゃいますね。はい。
であればですね、菅さんもぜひですね、来週2月の8、9と美人証明書、美男証明書に詰めていただいて、証明書プラス彼女をゲットしていただくという。ああ、素晴らしいですね。はい、はい。ぜひ、ちょっと気合を入れて臨みたいと思います。ありがとうございます。ということでですね、最後は犬っこ祭りの思い出からですね、提案みたいな話になりましたけども、まあ、こういった形でですね、来週の犬っこ祭り、皆さんで楽しみたいと思います。参加者、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ということでですね、お届けしてまいりました今週のランブロン、いかがでしたでしょうか。本日お送りいたしました曲はサクラメントさんの演奏でエールでした。このエールなんですけれども、昨年ですね、おばんです美人県湯沢市というユーストリームで放送いたしましたインターネット番組があるんですけども、こちらのですねオープニングテーマとして使用させていただいた曲でございます。でご紹介いたしました美人証明書、美男子証明書発行どころ、こちらについてですね、もう一度ご案内したいと思います。期間がですね、2014年2月8日9日、まあ、来週の土曜日曜になります。午前10時から午後の8時まで、2日間ともでございますね。で会場がですね、 JR 湯沢駅構内湯沢市観光情報コーナーということで、こちらの方でですね、美人証明書、美男子証明書の認定発行どころが開設されるということになりますね。でこちらですけれども、河合さんのお話にもありました通り、お土産をお世話になったご友人とかですね、ご家族、こういった方にも喜ばれますし、またですね、再三再四出てまいりましたバレンタイン用の告白用っていうんですかね、特にですね美男子証明書をつけてバレンタインデーの時にチョコレートと一緒にお渡しするっていうね、これがぜひ湯沢市のですね一大トレンドになればいいなぁなと思ったりしておりますけれども、こんなこと言ってても私のところに多分チョコレート美男証明書も来ないのかなぐらいに思ったりしますけれども、でまあちょうど来週のですね土曜日曜、この犬っ子祭りで盛り上がってるのかなぁと思ったりはするんですけれども、なんかですねこの犬っ子祭りの思い出を河合博さん、一草石州さん、菅隆彦さんとかとですね話したその日にですね、なんとなく新古細工、新古細工の犬ですね、これ久しぶりに買ってみようかなーなんて思って、それでネットの方調べてみたんですよ。そしたらこの今新古細工の犬、いろんな形のもの、いろんな色のものがあるんですね。子供の頃それこそお堂に入れたものっていうのはだいたいこう決まってあったような気がするんですけども、なのでぜひですね会場の方に行って、この新古細工も含めてですね、いろいろと見て楽しんで、そしてお堂犬っ子、これを見て楽しんで、そして美人証明書、美男子証明書、こちらの方に立ち寄ってですね、楽しい犬っ子祭り味わってみたいなと思ったりしております。はい、ということでですね、そろそろ開きの時間になってまいりました。ランブローン、いかがでしたでしょうか。お相手はサンタ一堂でした。来週はモアベターよ、あなたも頑張って。それでは皆さん、また来週。Yeah!